皆さんこんばんは、モナです。はい、はい、ということで、今私は韓国にいます。ででん、まだ今日着いたばかりで、今日から3日間3泊4日で韓国に来てます。で、Vlog を撮っていこうと思ってます。3日間ちょっといろんな美容クリニックとか皮膚科さんとか回ろうと思ってて、韓国と言ったらやっぱり美容大国、やっぱりこう最新の施術、いろんな肌悩みに合わせた施術を紹介してくれる、有名なクリニックさんとかに回って、いろいろ調べていこうと思います。私実は数ヶ月前から肌荒れがめちゃめちゃすごくて、いろんなストレスだったり、食事とかコントロールができなかったり、気候の変化とかいろいろもう重ねまくっちゃって肌にね、こう細かいポツポツ、まだちょっと残ってるんですけど、ほら、これはね、でもだいぶ良くなった方で、ほんとポツポツがたくさんできてて、で、まあ、こんな感じですね。これが、一番最初のブツブツができた時ですね。そっからしばらく経ってももうずっと止まらなくて、で、原因は多分、脱毛なのかなって思って、まあ、私全身脱毛してるんですけど、初めて顔脱毛をして、で、ブゲとか、それを消すこと、毛をなくすことで、化粧のりが良くなったりとか、そういう効果があるということで、ぜひやってみようと思ったんですけど、5回コースで4回目 ?3 回目、4回目からそうなりだしたんですよね。で、まあ、それもあって、毛嚢炎っていう、病気じゃない、毛嚢炎っていう症状かもしれないんですけど、まあ、そういうのがあって、で、しばらくもう脱毛は今も行ってなくて、で、まあこれが治らないということで、ちょっといろいろ最近試してて、で、同じ症状になってる方も結構多いらしく、私もストーリーにすごい上げると、毎回いろんな方からコメントいただいて、こうした方がいいよとか、日本の皮膚科さんからも連絡いただいたりもしたんですけど、ちょっと怖くて実際あんまり施術ができてないんですよね。ほったらかし施術をずっとやってます。で、だいぶマシにはなったけど全然まだで、で、今回はちょっと韓国でいろいろ施術を受けたくて、気になってるのが水光注射ですね。これは肌にちゃんとこう化粧水とか保湿をしっかり中に入れ込む、注射で直接入れ込むっていう施術だったり、あとはね、サーモン注射とかなんかいろいろあるんですけど、ちょっといろんなクリニックに回りながら皆さんに紹介しながら、韓国の韓国を楽しんでいきたいと思います。いつもは最後に言うんですけど、 YouTube のチャンネル登録がまもなく3000人で、まだまだなんですけど、たくさんいつも見てくださってフォローもしてくださって、もうめちゃめちゃ嬉しいです。なので、ぜひまだしてない方はいいねボタンとチャンネル登録お願いします。ということで、ホテルの紹介をしなり、ホテルはロッテホテルに来てます。ロッテホテルタワー、世界でも4個目に大きめのタワーで、もうマジ目で見ても全然違うぐらいすごい高くて、もうめちゃめちゃ最高のところに来てます。ということで、今日は1日目で、しかももう3時過ぎてるかな、3時53分なので、そろそろ寝たいと思います。おはようございます、朝です。よいしょ、めっちゃいい天気、雨の予報がなんと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 晴れました。イエーイ、めっちゃいい天気です。8時半から朝食なんで、今から準備します。ホテルが可愛すぎる、本当に。ここがお気に入りスポットです。爆笑しすぎてもうしんどいです朝から。はい、楽しみ。
자리에 부족합니다. 네. 이놈은이つけました. 広告가 どこも 미용 클리닉 ばかりで. 아또 진짜 귀여워. 오샤레야나. 뭔가 팝이야나, 진짜. 1000円です。なんと1000円です。なんと震災橋みたい、オオカみたい。オオカみたいです。え、この表紙かわいいじゃないですか。これかわいい。これかわいい。モンドムみたいになっちゃう。え、めっちゃかわいい。え、かわいい。めっちゃかわいい。あ、かわいい、かわいい。え、これかわいい。買いたい、買いたい。帰り買おうか。買いましょう。だって帰りでレーザーとかやったらやんな。はい、いっぱいあるんで、いろいろあるんで、今から本当の1院目、クリニック巡り1院目行きたいと思います。行きましょう。今回1カ所目、ザ・ウェイ、ザ・ウェイクリニック。ちょっとカメラの撮影がいけるかわからないんで、しらっと撮っていきます。今から本日3位目でございます。で、今回は、私は背中のピーリングかマスクでの肌荒れをやろうかなと思います。はい、では3位目です。アビシュというクリニックで今3位目来てます。で、私のこの肌荒れですね、まだ今こんな感じでちょっと荒れてるんですけど、カウンセラーさんの話を聞いて、今日はなんかセットのレーザーを受けることになりました。スケリングっていう、ヒーリング剤を顔に今から塗りますけれども、はい、11時過ぎてますけど、まだ空いてます。